そうすると、タンポポの裏面には左にあります。じゃあ、皆さん、今夜の宿題は夢を作ってから書いてください。明日、あなたは教室の前で作文を読みます。先生、友達と宿題をしてもよろしいですか？うん、構いませんよ。でも、一人がいなかったらゼロ点を取る。真面目な人を選んだ方がいい。わかりますか？はい、わかります。わらさくん、一緒に死にましょうか？いいよ。何時ですか？3時にできますか？それはちょっとですね。3時にできない。そうですか。5日後に公園で会ってください。その時、時間を選んだ。ビクタ君はどこにいるよ。ビクタに電話をすると思ってる。もしもし。すみません。ビクタのお宅ですか？はい、そうです。すみません。ワルタ君ですが、ビクタはいらっしゃいますか？はい、います。少々お待ちください。はい、ビクタです。何ですか？おい、あなたはどこですか？あ、ごめんなさい。忘れた。今僕はあなたに会いに公園へ行くよ。早く行った方がいいですよ。はい、ごめんください。失礼します。行ってきます。行ってらっしゃい。よう、あなたはすごいよ。ごめん、本当に悪かった。じゃあ、何をしたいですか？今4時50分ぐらいですから、私の家へ行った方がいいと思ってる。そして作文をする。これはいいですか？うん、いいと思います。まあまあ、フォンニク君、今日は本当にすまないですね。ちょっとですね、今日の仕事は遅いんですから。テレビを見よう。何か見ませんか？何でもいいですよ。鍋に塩をちょっと入れる。塩を入れすぎたら苦すぎる。じゃあ食べてみましょう。おいしい。嫌い。こんばんは。これは結婚式の天気予報です。今夏ですけど気温が低い。高い気温は摂氏8度で設定がいるでしょ。明日霧が出るけど後に晴れて暖かくなる。月曜日から金曜日までいい天気が続く。もしもし、デビルメイクライでフォニクです。危ない。おいおい、誰が話してる？しまった、切れちゃったよ。誰が電話で話してるか知っていましたか？知らない。特に変だったね。そうですね。じゃあ寝ようと思ってる。あなたも寝た方がいいでしょう。あなたが楽しいと思います。さんがいる。ああ、そうね。どうしましょうか。一人しかない。あなたは誰ですか？はじめまして、よしみつですけど、マイケルと言ってください。あなたのおじいさんはダンテだそうです。ダンテに似てる。なぜであなたは撮ってますか？マイク・ジャスンが大好きだし、歌うことが大好きなんです。うるさい。あ、死にたくない。どこから来ましたか？地図で見せる。デブルメイクライの北口を出て右に曲がって
まっすぐ行って二つ目の角を左に曲がってずっとまっすぐ行って橋を渡る。そうすると右側にところがある。それは次回、行くよ。あ、見て、ずれとら、アイスクリームや。入りましょう。いらっしゃいませ。何名様、誰ですか、テーブルがありますか。はい、こちらへどうぞ。ご注文はお決まりですか。いちごアイスクリームを2つお願いします。他に何かピザがありますか。はい、1つください。お勘定お願いします。またいらしてください。私があなたを待っていました。どう、この場所がどこにあるか知ってましたか。マイケルによる。なるほど、その弱いバカです。違う、あとはバカだよ。面白い。でも私はあなたより強い。大変ですけど楽しんでる。Still a soul, it's a shock. The devil's drunk.